皆様の無事息災と豊かお祈り申し上げました。皆様にはすでにご承知のところでございます。高知を小熊原小屋城クルミネ神社と申し上げます。千数百年の昔、隼人と申される方がこのクルミネ神社を創建されました。武蔵寺の第十二代慶光天皇の御子であられました、大和翔の御子とお祭り申し上げております。クルミネの大神様でございます。日本の国づくりに、また関東東北の開拓に大きな功績を残されましたお方でございます。家内安全、家財少女、五穀豊穣、大量満足、栄養繁栄、交通安全、厄払い、合格祈願、一生祈願など、もろもろのご神徳高みを神様として皆様の熱心なご崇敬を賜ってまいりました。天狗様は大神様のお使いでございまして、皆様とご家庭の厄災を速やかに払いいただき、で、子どものご利益をお授けくだされるという信仰が伝えられてまいりました。徳川原鶴峰神社、天狗の社として、古くより皆様のご崇敬を賜ってまいりました。また日光寺楽殿をした聖道聖人がこの徳川原で修行を重ねられました。日光修験道を開かれました。その縁によりまして、鶴峰神社日光の秘境の地として、古くより皆様のご崇敬を賜ってまいりました。それではお申し込みいただきましたご診察をお参りいたします。受付で、お申し渡しいたしましたように、申しましたように、後からお申し込み皆様ですね、ただいまお参りいたします。後でお申し込み皆様、お名前とご祈願をこちらで、車の方に戻られる前にこちらでご確認してお持ちください。各種